遼寧艦隊がまたも宮古海峡で発見。今回も詳しく見ていきますね。しかし、これで今年は何回目の挑発、尖閣もいつ来るか。2021年4月27日、防衛省の発表によると、空母、遼寧、および最新鋭の連配級ミサイル駆逐艦を含む中国海軍の6隻からなる艦隊が、宮古島の南 160km の海域を北上しているのを発見し追跡。沖縄本島と宮古島間の宮古海峡を太平洋側から東シナ海に向けて通過後に。27日午前に空母遼寧から早期警戒ヘリコプター Z18 1機が発艦したのを確認した。このヘリコプターは沖縄県の尖閣諸島の大正島の領空から北東50から 100km の空域を飛行したため、航空自衛隊那覇基地の F-15 戦闘機がスクランブル発進をかけたが、ヘリコプターの領空侵犯などはなかったとしている。この中国海軍の艦隊は4月3日から4日にかけて宮古海峡を東シナ海から太平洋に向けて通過し、台湾周辺で訓練を行っていた艦隊であり、中国の空母が宮古海峡を通過するのはこれで7回目となったが、今回も日本の領海を侵犯することはなく、自衛隊が艦隊の行動を追跡し続けている。一方で中国海峡局の艦艇は27日も尖閣諸島の領海外側の接続水域を海峡2202と海峡1401の2隻が航行していて、これで74日連続の確認となったとして第11管区海事保安部が発表している。中国は必要に尖閣諸島周辺に海峡局艦船を派遣しては挑発行為を繰り返しているだけでなく、独自に衛星写真に基づいた尖閣諸島の地形図を作成し、地名に中国名をつけて公表し、これに対して加藤官房長官が記者会見で中国に対して遺憾の意を示して抗議をした。また、尖閣諸島の領有権を主張するために、ウェブサイトデジタル博物館を開設し、日本語や英語、フランス語、アラビア語など7つの言語で、表示国際的なアピールを強めている。このように、ここ数年、中国による尖閣諸島に対する執着ぶりは年々、エスカレートしてきており、もはや尖閣諸島にいつ上陸してもおかしくないような情勢であるが、政府、自民党はただ中国を刺激しないようにと遺憾の意を繰り返すのみであるのが本当に情けないとの声がネット上で渦巻いている。そんな中、4月21日にアメリカのボストンにおいて、元マサチューセッツ州知事であるマイケル・デュカキス氏が主催する、ボストングローバルフォーラムが開催され、オンライン国際会議において、柳井元駐米大使らが、尖閣諸島の領有権における日本の正当性を主張した。国際会議には、日米の有識者が、30名ほど参加していて、その中で柳井氏は、日本は明治28年に尖閣諸島を領土に組み入れており、第二次大戦後のサンフランシスコ平和条約では日本の領土であることを前提に、アメリカの統治下にあった沖縄に付属されて施政下にあったものを昭和47年の沖縄返還の際に沖縄と共に日本に
返還されたものであるとして、日本に領有権があることを主張した。また、金原内閣官房副長官補も、この国際会議で、中国は昭和46年に、尖閣諸島の領有権を主張し始めるまでは、日本の領有に全く異議を唱えていなかったことを主張し、急に主張を始めたのは、昭和44年に尖閣諸島周辺に石油埋蔵の可能性があると国連が示唆してからであるとした上で、昭和47年の日中国交正常化の際にも、昭和53年の日中平和友好交条約交渉においても尖閣諸島についての議論はなく、領有権問題を棚上げしての合意ではないとして、公開されている外交記録をその証拠として挙げた。また、元在沖縄米海兵隊の政務外交次長であった。ロバート・エルドリッジ氏も、大正9年に中国が長崎駐留領事に発した感謝状の中で、尖閣諸島について日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島と表記しており、日本に主権があることを認めているにもかかわらず、その後に領有権を主張している行為は国際法違反であると述べている。尖閣諸島の領有に関して、硬軟あらゆる方法で主張を展開している中国に対抗するためには、このようなグローバルな公的会議などをもっと設けて、国際社会にアピールする必要があり、中国や韓国の以上にしたたかに国際ロビー活動を積極的に展開するべきであろう。先日開催された日米首脳会談での菅首相とバイデン大統領の共同声明では、国際ルールを無視する中国の行動についての懸念を表明するとともに、中国による東シナ海における一方的な現状変更への試みに反対し、南シナ海における不法な海洋権益の主張と活動に反対すると表明した。そして、香港、新疆ウイグル自治区における人権侵害への懸念とともに、台湾海峡の平和と安全の重要性を強調するとの文言が含まれたのであるが、これに対して、菅首相が、台湾海峡の両岸問題は平和的解決を促すとの、中国に配慮する弱腰メッセージを加えさせる弱腰ぶりには、情けなさとともに、自民党の主流を占める、親中派のお花畑ぶりに、呆れるとの声が多い。それはともかくとして、今回の日米共同声明において、尖閣諸島問題に、日米安全保障条約の第5条が適用されることが確認されたのは、もし、尖閣諸島に中国軍が侵攻したとしても、米軍のサポートが得られることが、明らかになった点で、大きな収穫であると言えよう。しかし、だからといって、中国の尖閣諸島を占有するとの欲望がなくなったわけではなく、尖閣諸島問題にいざとなれば、米軍が介入する可能性が高くなったことで、かえって侵攻の時期が早まったと見る向きもある。現在、日本政府、自民党は、中国を刺激するとの理由で尖閣諸島への日本国民の上陸を禁じている。もちろん施設なども建てられておらず、そのために先の日米共同声明において、尖閣諸島に対する日本の姿勢を損なおうとする、いかなる一方的な行動にも反対すると
明記されているのに、中国軍が上陸を果たしたとしても、安保が発動されない可能性があるのだ。中国海軍が大艦隊を編成して、尖閣諸島の領海を侵せばともかくとして、民間の漁船を偽装した武装民兵が、領や遭難を装って上陸した場合は、明らかに漁船でないと分かっていても、海上保安庁が対応することになる。巡視船に機関砲があり、乗組員も銃を携帯しているとはいえ、軍隊並みの装備と訓練を受けている武装民兵を排除するのは困難であろう。海上保安庁側に被害が出て、初めて自衛隊の出動となるであろうが、弱腰の日本政府では、防衛出動どころか海上警備行動すら、出せるかどうかでさえ、国会での無駄な議論で時間を消費することになり、その間に中国は尖閣諸島の基地化を着々と進めるであろう。中国軍としては台湾侵攻に先立ち、厄介な存在は在横須賀の空母打撃群と沖縄米空軍であるが、尖閣諸島に多数の対空ミサイルを配備しておき、空母、遼寧を貼り付けておくことで、それらを牽制できるのだ。今回の日米共同声明で、米国側が尖閣諸島について触れたのは、台湾有事の際に、尖閣諸島が地政学的に重要な存在であるためで、決して日本に心情を寄せて配慮したのではなく、尖閣諸島を日本が押さえておかないと、米軍が動けなくなる恐れがあるからである。日本政府がこれまでのように中国にいらぬ配慮を続けていれば、尖閣諸島を失うばかりでなく、台湾、中華民国が消滅し、その結果として米国の信頼を失うことになるかもしれない。